ネマニャラドヤは、ユーゴスラビアボイボディナ自治州南バチカ郡、ノビサド出身のプロサッカー選手。スペインプリメーラディビシオンのレバンテ UD に所属している。ポジションは MF。2011年に、地元の FK ボイボディナノビサドで、プロデビュー。2012年8月18日の FK スパルタク、スボディツ戦で、プロ初ゴールを記録。2012から13シーズンは、 セルビアカップで優勝を経験するなど主力として活躍した。2014年8月12日、スペインプリメーラディビシオンのセルタデビー後と5年契約を締結。24日のヘタフェ CF 戦で移籍後発出場した。2019年8月21日、レバンテ UD にフリー移籍で加入し、3年契約を締結した。2012年に エストニアで開催された UEFAU-19 欧州選手権2012に U-19 セルビア代表として出場2016年10月 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選の対モルドバ戦オーストリア戦に初のフル代表招集同年11月のウクライナとの親善試合で代表戦デビューを果たしたありがとうございます